バウンティーラッシュビビ、ビビの強みは味方援助、スキル1は自分含め近くにいる味方の体力回復、そしてクリティカル率を増加します。またスキルには味方の防御力を増加するなど、味方援助に長けたキャラになっています。属性もこれらのスキルを援助するものになっており、条件付きではありますが比較的早く発動することが可能です。ゲッターということもあって初期値増加があるのもまあ地味に強いです。ただ星3ということもあってそれ以外は普通にきつい。お祈りする前に解除されることも多々あるので、リーグで使うのははっきり言ってやめておいた方がいい気がします。サポートに関してもそこまで強いものではないので、今回入手した方はプラベとか友達と遊ぶ時に使うのが一番いいんじゃないかなと思います。夏休みの宿題終わってないけど何か。バウンティーラッシュ打ち入り3時。3時の強みは主に2つ。1つ目、防御力増加。多段の通常攻撃やスキル位置を当てることで防御力がどんどん増加していきます。またこのキャラは状態上短縮を持ちながらもダウンした時、そして状態上付与された時に体力 15% 回復。得意属性キャラに攻撃するたびに 3% 回復するなど、回復性能が非常に豊富です。3時は得意属性に簡単に変化できるので、仕上がったら例外除くとかなり耐久できます。よろけ無効を活かしやすいのもいいですよね。2つ目、スキル2。防御力増加と同じ条件で威力の上がるスキルにはダメージ減少無視となっており、威力が上がっている場合、基本どんなキャラでも瀕死まで持っていけます。理想としては敵の攻撃を受けて得意属性に変化、スキル1を当てその後威力が上がったスキル2で調理完了といった感じです。弱点としては仕上がる前が脆い点、そして仕上がった後も防御力無視スキルがきつすぎる点。スキル1が無敵だったら評価は変わっていましたが、現状は強いけど扱うのはかなり難しいという印象です。バウンティーラッシュボニー。ボニーの強みはスキル2。スキル2発動後一定時間ミニマップ上に表示されず、移動速度を増加しながら自身に無敵状態を付与します。移動以外の操作はできないんですが、ミニマップ上に表示されないのはなかなかに厄介。敵のいない旗へ行って解除された瞬間お宝ダッシュ開始。ダッシュ速度増加を活かして最終的に旗を抜いて初期値増加を狙っていくのが理想です。もう一つのスキルは体力回復ができるといった感じですかね。面白い特性はしていますが、やはり星3ということもあって敵と対峙した時かなりきつい。ボニーは緑属性最悪の世代と現在の緑パーティーに必須レベルで強いので、ミッションで入手できた方はサポートで使うのが一番いいと思います。美味しいけどなんか違うな。バウンティーラッシュゴーイングメリーゴーメダル。今回は9月7日に登場したメリーゴーメダルについて見ていきます。このメダルの固有特性は、通常攻撃で敵を攻撃した際 30% の確率でスキルに 3% 短縮と、通常攻撃が多段かつスキル2が優秀な神獣ヤマトや青歌におすすめです。組み合わせ候補としてはメリー3枚のスキル2超特化短縮や汎用メダルのおまけとして使うのが現実的かなと思います。今後も通常多段かつスキル2が強力なキャラが登場する可能性はあるので、結構おすすめしたいメダルなんですけれども、以前来たリムメダルを作っている方はそこまで無理に作成する必要はないのかなと思います。逆にリムメダルを持っていない方は最低限星級メダル1枚は作成することをおすすめしたいです。それくらい貴重なメダルです。おいお前、やっていいことと悪いことあるから。バウンティーラッシュヤマト。ヤマトの強みは主に2つ。1つ目、旗ダッシュ性能。ダッシュ速度増加がついているだけでなく、ヤマトは旗を握ると状態上や吹っ飛ばしなどでしか妨害されません。昔よりは簡単に剥がされるようになってしまいましたが、1残り続けるこのダッシュ性能はやはり優秀です。2つ目、耐久力。割合ダメージ対策。大ダメージを受けた時や体力 70% 以上時のダメージカット、スキル2のカウンター成功時の防御力増加など比較的耐久ができるキャラです。ヤマトは体力 50% を切るとスキルの威力が跳ね上がるので、豊富なダメージカット特性と相性がいいです。通常攻撃優秀でカウンター持ち、現環境もアタッカーに対しては割と強く出れるんですが、防御力増加の2回ヒットローを突破するのがかなり難しいことや、体力依存の特性が多いなどという点から弱くはないんですが、厳しい場面が多いのかなっていうのが正直なところです。これが噂の犬系女子か。バウンティーラッシュ打ち入りゾロ。ゾロの強みは主に3つ。1つ目、属性変化。スキル2のチャージ中、敵から攻撃されると攻撃力を一時的に増加しながら得意属性に変化します。ゾロは得意属性に対して発動する特性が多く、中でもよろけ吹っ飛ばし無効が非常に優秀。後出しの権利を使ってゴリ押せます。2つ目、通常攻撃。リーチが長く割合ダメージの特性が発動しやすいです。先ほどのよろけ無効の特性と組み合わせると、現環境どんなキャラでも基本倒せます。回転率の高い無敵スキルやジャスト
ト回避でも割合ダメージを与えれることもあって怠慢性能はかなりあるキャラですよね。3つ目、逆境に強い。体力が 50% を切ると大幅ダメかかつスキル2が頻繁に打てるようになります。スキル2の威力も増加するのでピンチの時に強くなる大変かっこいいキャラです。弱点としては状態異常や旗を抜くスピードなどですが、やはりシャンクス含めどんなキャラも倒せる性能をしているので、いかに1台は欲しい優秀キャラかなと思います。すみません、3つください。バウンティーラッシュ、リューマ。リューマの強みはスキル1。出の早いスキルでこのスキルを使って KO した際、体力が 40% も回復します。クールタイムが非常に長いスキルですが、威力の高いスキルで特に敵陣にいる時にこれを当てると割とダメージが入ります。もう一つのスキルは遠距離まで届く斬撃で通常攻撃同様多段攻撃となっています。昔は結構スキル1とかで KO を狙えていたキャラなんですが、現環境防御力の高いキャラに対してはかなり厳しい。サポートもそこまで強くないので現状はプラベで遊ぶときに使うキャラという感じですかね。四皇がこんなビビってていいんですか？いや、これビビってるんじゃなくて、チンサム的なあれ。バウンティーラッシュ佐々木。佐々木の強みはスキル1。スキル1発動時最も近い敵旗に移動することができます。ステージによってはなかなかに強力で敵の不意をついて旗ゲージを減らすことが可能です。もう一つのスキルはシンプルな吹っ飛ばしでスキル1を短縮することができます。ダウンするだけで防御力増加や体力回復、体力半分切るとダメ化がつくなどある程度耐久できるゲッターではありますが、攻撃性能が非常に乏しいですし、近くの旗に移動するというのがなかなかに使いづらい、はい。主性能もあまり強くないなど厳しい部分の方が多そうです。メダルやサポートは強い方なので、それメインで引くならありという感じですかね。ドレイクはスネイプ先生だったんだ。バウンティーラッシュ、アルベル。アルベルの強みは主に2つ。1つ目、3回無敵。ジャスト回避に成功すると状態異常を解除、そしてその後どんな攻撃も3回まで無効化できます。多段攻撃が増え恩恵が少し感じにくい面はありますが、回避短縮もあって非常に優秀です。2つ目、防御力増加キャラキラー。防御力増加中のキャラに対して与えるダメージが大幅に増加します。同時に短縮できるスキル1は防御力無視、そしてもう一つのスキルは威力が非常に高い。攻撃力増他の特性と組み合わせるとスキルを当てれば2か気ドロも普通に粉砕可能です。弱点としては耐久性ですかね。吹っ飛ばされると回復できますが、無敵特性との相性が正直良くない。またダメ化がほとんどないようなものなので強いのは間違いないんですが、ジャス回できるか否かによって評価が大きく変わる比較的クロート向けキャラっていう感じはしますね。何このおまけ感、あるルナーリア族。バウンティーラッシュ、クイーン。クイーンの強みは主に2つ。1つ目、透明状態。吹っ飛ばされると自身に透明状態を付与できます。透明状態自体も強いんですが、敵を無視して旗を握れるのが強く、状態異常や KO でしか剥がせないダッシュ性能、そして防御力増加中の敵からの攻撃を激減してくれる耐久性があるため、一度握れば旗ゲージを大幅に減らせる可能性が高いです。2つ目、割合ダメージ。スキルがともに割合ダメージを与えるもので、一度捕まえれば回避遅延特性もありかなり削ってくれます。特にスキル1が優秀で、防御力増加キャラ相手にぶつけるとすぐに溜まって KO まで持っていきやすいです。弱点としては機動力や状態異常、そして防御力が増加していないキャラですかね。現環境トップキャラに対して強く出れる優秀ゲッターなんですが、透明状態付与条件がもう一つあったらなっていう、贅沢言い過ぎですかね。みんな